音無悦子です。月刊トゥインクルの記者としてウマ娘たちのレースを愛し、日々胸をときめかせて取材しています。企画中の特集号をどう構成するかネタ探しを兼ねて、今日はトレセン学園に足を運んだのだけれど、あら、誰か寝てる。このたてがみのようなおぐしは、止まれ、不敬である。夜の眠りを妨げるとは、貴様何やつだ。暴君オルフェーヴルさん、オータルにふさわしい風格でまばゆい存在感をレース界に示している超注目ウマ娘。ほう、女、つまり貴様は世を取材したいと申すか。はい、もちろんです。棚からボタ持ち、いや地面からウマ娘とはこのこと。ふん、よかろう。貴様に取材を許す、世への忠誠を示せ。ようこそこの時代を滑る王である。我が知性に生きる誉れをその筆を持って刻むのだ。なんという迫力。はい、喜んで書かせていただきます。いつもあいつばかり。派手なだけじゃなくて実力があるから当たり前の注目っすけど。でも、お、記者さんが走ってく。違う子に取材っすかね。なら私も。特集号。それで私に取材したいとおっしゃるのね。貴婦人ジェンティルドーナさん、彼女もまた圧倒的な強者としてオーラを放つ鬼注目ウマ娘。先ほどオルフェーヴルさんを取材しまして、であればぜひあなたのお話も聞かせていただきたく。まあそうでしょうね。オルフェさんのことを書くのであれば、あの方よりも強いこの私の記事があるべきですもの。強さとは絶対的な勝者の証。圧倒的な力を持つ者は必ず勝利し正義となる。つまり力、それこそが勝者の条件ですのよ。ですから日々こうしてトレーニングを。ジェンティルさん、ん？あら、またやってしまったわ。もっと硬い鉄球はないの？これでは筋力トレーニングにならない。先に取材を終わらせましょう。着替えてまいりますわ。くそ、やっぱり私なんかまだ。また記者さんがいない。次こそ声をかけるっす。ジェンティル、なぜ貴様が世の前に現れる。あら、そう怖がらないでくださる。特集にあたってツーショット撮影をなさりたいのですって。構わないでしょ。ああ、けれど私と並ぶとあなたの見栄えが劣ってしまうかしら。くだらん。女、こやつがおるのならば世は降りるぞ。でしたら私たちを代わりに取材していただけませんか。取材って超楽しそうだもんね。お願いお願い。ビルシーナさん、ビブロスさん姉妹、シュバルグランさんも入れてド注目の最強さん姉妹じゃない。私はよろしくてよ。どのような方であっても
私の後ろ二番手であることは変わらないもの。二番手、ええ、そうね、今はそうかもしれない。あなたは気高く確かに強い。私は背中ばかり見ているけれど、あなたを下すのはこの私しかありえない。私こそ頂点に立つべき馬娘ですから。記事が載る頃には勝者がすげ替わっていることでしょう。その時まだ余裕でいられるか楽しみですわね。さすが私のお姉ちゃん、超かっこいい。ねえ記者さん、いっそ特集変えちゃおうよ。シュバチも一緒に私たちの記事にしてほしいな。表紙もキラキラにして超セレブで売れまくっちゃうよ。セレブ？んなもん冗談でも食わせとけっつーな。メレメレ聞こえるか、バリアンソール。ガリスちゃんの新しい顔よ、食らいなさい。ゴールドシンプさん、一体どこから。ニャオウェード。こちらガルシちゃん、バーガルシオベ。暴君だか貴婦人だかエモ姉妹だか何だか知らねえけど、トレンドアイツだってあたし初なんだよ。ビッシーズカモペエイエイメン。ドラドラドラ。みんなやっぱり濃いな。あたしなんかじゃない、落ち込むよりまずは記者さん、私も取材してもらえないっすか。ウィンバリアシオンさん、もちろんありがたいお話ですけれど、今は私みんなよりも影薄いかもすけど、いつか絶対誰よりも輝くプリンシパルになってみせますから、どうか見守っていてほしいっす。私の努力を、未来を。撮影加わらせてもらいます。え、ポーズ、私も。なんか違う。決めたわ。今度の特集号はきらめく個性、新たな時代が幕を開ける。さあ取材を続けましょう。ボーイとして勝負に
勝負服。それは馬娘がレースにかける思いを込めた正装。そしてレースというランウェイに欠かせない花。そんな勝負服の魅力を改めて発信するためのファッションショー、題してトレセンガールズコレクション。ここに開幕です。司会進行は私、ノースフライトが務めます。ウマ娘による勝負服のファッションショー、出場者はトゥインクルシリーズの注目選手ばかり。 TCGC 全力で密着取材いたします。まずはモデルさんみたいにウォーキング、モデルさんみたいにウォーキング。私できるかな。知るか。まあなんかそれっぽく歩いときゃいいだろ。僕とかなめてんの。シティの歩きマジパネーかな。ほんとすげえんだよ、あんなんできるって。みんな慣れない事態に狼狽しているようだ。だがこのような重要行事にわざわざ出演しないかと声をかけていただいたのだから。では最初にウォーキングで勝負服をアピールしてもらいましょう。1番グラメンテさんからお願いします。必ずや成し遂げてみせよ、モデルさながら優雅に完璧に。これはデュラメンテ選手がレース前によく見せるあの歩き。おお、前にレース見に行った時もやってたなあれ。気合入ってるんだな。モノトーンとゴールドのシックな色使いが気品を、その中に映える赤が強さを感じさせるコーデですね。やってしまった。グルネーの期待を裏切った。やっばー、客席ぶち上がりじゃん。歩くだけでこれとかドゥラメンテちゃんパメー。おう、おかげで俺らもそういう風にやればいいってよーく分かったぜ。モデルっぽくじゃねえ、俺たちらしく歩きゃいいってな。うわお前ら俺んトップ目に焼き付けろよ。うわー、ポッキーさん、アシンメトリーなシルエットやあえてルーズな足元は気取らず型にはまらない軽やかさを演出しつつ、色使いやアクセントのアニマルプリントはとってもワイルド。デザインの着こなしもポッケちゃんにぴったりですね。はぁ、あ、何してんのポッケ。いや、いいんかな、なんか盛り上がってるし。そっか、つまり私らしい感じで盛り上げればいいんだね。それならよーし、あー、軽やかな動き。スポーティーで機能美を兼ね備えた勝負服ということがよく分かっていいですね。なんかもうめちゃくちゃでよく分からんけど、これは乗らない方がダサいっしょ。トリマネイル見せとこー。ベイベイベイ、メッシュのジッパー、ラメのオーロラ、本当にいろいろな素材をミックスしながら全部ポップで今時にまとまっていて、何よりバッチリ服と合わせてデザインされたネイル、文字通り爪の先までこだわりが詰まったコーデですね。さすがおしゃれ番長、わかってる。素晴らしい盛り上がりですね。私がこれまで見てきたファッションショーとはだいぶ雰囲気が異なりますが、勝負服とはウマ娘それぞれの個性を
最も魅力的に輝かせるための服だから、勝負服がテーマのこのショーはこういう個性抜群の着こなしがぴったりだと私は思います。確かに他の皆は各々の個性を発揮している。だが私はただ失敗を。そんな顔をするな。あれもお前の立派な個性だろ。緊張しがちで硬くなりやすい。だがそれを補って余りある闘志と真摯さが溢れている。そんなお前の歩き方だ。ファンや私はそんな個性も好ましく思っている。うつむくのはやめろ。ショーはまだ続いているんだからな。はい、グルネ。最後のアピールはポージング&パッション。一番のポーズを決めながら勝負服への思いを聞かせてください。私にとって勝負服は一緒に夢を目指す相棒。着るとワクワクドキドキして力をくれるんだ。俺にとってこいつは戦闘服だな。これ着てやり合うんだからよ。てっぺん取るまでな。この勝負服もネイルも全部ガチのマジで私がデザインしたマジのお気に、つまり私のマジそのものみたいな。勝負服は私にとって誇り、最強にふさわしい装いでなくてはならない。ゆえに尊敬するグルネーの勝負服を手本にしました。みんなの前でその呼び方はやめろというのに。まったく。皆さん、素敵な勝負服と素敵な思いをありがとうございます。私も早く自分のオートクチュールで走りたくなっちゃいました。その時はぜひ私に一番に取材させてください。ほら、エアグルーヴさんが言ってた花壇はここのことよ。じゃあ早速始めるから、行くの準備はいいわね。抜かりなく TCGC への対応に忙しいエアグルーヴさんに代わって花壇のお手入れ万全に済ませていきましょう。今日のために手順や留意点などは全て頭に入れてきました。ご不明点などありましたらお気軽にお声掛けくださいね。ちゃんと準備してきて偉いじゃない。あんたってほんといろいろ面倒見るのが好きなのね。ま、植物のお世話だったらグランマに教わってる私の方が上手でしょうけど、イクノの方こそ頼ってもいいんだからね。むしろいろいろ聞かなきゃなのは。ほらほら、あんたたち早くこっちに来なさい。すみません、すぐに。ほらクラフト、ぼーっとするな、駆け足だ。わわわ、ごめんなさい。エアグルーヴさんの育てたお花たちが あんまり綺麗でティアラ路線のレジェンドの仕事だもの。クラフトなら惹かれちゃうのも仕方ないか。相変わらずなんだから。言っている場合ではないかと。ハートさん、私たちも急ぎ参りましょう。オーケーオーケー、あなたもあなたで相変わらず硬いんだから。クラフトさんにシーザリオさん、ハートさん、メサイヤさん、はい、皆さんお揃いですね。では早速作業に入りましょうか。あの突然のお声掛けすみません。しかしこれほどまでに華やかなティアラウマ娘たちの共演は見逃せず、ぜひご様子取材させていただけないでしょうか。ねえハートさん、花壇のお手入れ道具取りに来たんだよね。その私たちも手伝おっか。もちろんよかったらだけど。あら、テンクス。ちょうどお願いしたかったことがあるのよ。やった、ハートさんとお近づきに。何でも言ってね、私たち頑張るから。
この人気者ぶり。アメリカからの留学生なのも相まって、強者のオーラが溢れ出ていますね。まさにクイーン。それじゃで、あとはいいかしら、二人とも。そっちのと向こうのと、あと棚の上の箱、全部この上に積んでくれる？助かるわ。手伝いってそっち？その上、実はとっても自分に厳しくストイック。この気高い心、実に魅力的な馬娘です。腐葉土、赤玉土、黒土をおよそ3対6対1の割合で配合。手で握って軽く固まる程度の湿り気を目標に比率を調整。培養土はこちらで完成ですね。お疲れ様です。堅実にして真面目な取り組み、感服いたしました。ありがとうございます。光栄です。あまり派手な絵はご提供できなかったかとは思いますが。いえいえ、十分です。しかし、あなたのそういった姿勢はやはりお母様と非常によく似ていらっしゃいますね。そうですか。母は私にとってのしるべですから、ますます光栄です。今後も堅実に、確実に積み重ねていきたく存じます。丁寧にしつらえられた土がやがては華々しい未来を育むように、私もいずれは必ず。さて、ハートさんにメサイアさんと来て、あと見逃せないのは、同期にして同じティアラ路線を走るこの二人。だから、あのお花の取り扱いは難しいの。私に任せてきなさいって言ってるでしょ。いえ、でも私も花壇のお世話をしに来たんですから、ちゃんとお役に立ちたいです。私にやらせてください。すみません、スイープさん、クラフトは少々強情でして。彼女と私で協力して進めますので、一度お任せいただけないでしょうか。もう仕方ないわね。代わりに後で厳しくチェックするからね。覚悟しなさいよ。はい、ありがとうございます。さっきはありがとう、シーザリオ。構わん、気にするな。お前が相当張り切っていることぐらい理解している。だってだって、エアグルーヴさんのお願いでスイープさんに幾野さんのお手伝いなんだもん。みんな私の尊敬するティアラ路線の先輩たち、張り切らなくっちゃ嘘だよ。お花たち本当に綺麗だよね。色とりどりに咲き誇ってて、まるで先輩たちみたい。私もこんな風に咲きたいな。見てくれた誰かの心に残っちゃうくらいパーッと。お前のそのまっすぐさときたら本当に。だが、ティアラウマ娘たちへの思いならば私も負けはせんぞ。偉大なる先人たちの歴史あってこそ今私たちはここにいる。故に私もまた歴史をつなぐ礎に、同じ時代同じ存在に憧れた者として勝負だな。そうだね。シーザリオにもメサイアさんにもハートさんにも負けてなんかいられない。よーし、頑張るぞ。なんて素晴らしいのでしょう。ティアラ路線、その華やかな舞台を彩る馬娘たちの輝き。え、何？すっごい興奮してるけど、この人大丈夫なの？おそらくは問題ないかと。それに私も多少なりとも音無さんと同じ気持ちです。かつて私たちが駆け抜けたトリプルティアラの舞台、そこで彼女たちがどんなドラマを紡いでいくのか。ふーん、
ま、そうね、ちょっとくらいなら楽しみにしててあげなくもないわね。